住まいサポート12プレミアムって何？後編を始めていきます。お願いします。住友不動産の田鹿と大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後編では長期メンテナンスサービスと認定中古保証制度をご紹介いたします。お願いします。はい。長期メンテナンスサービス点検制度、はい、80項目以上にも及ぶ点検により大きなトラブルを未然に回避ということですね。そうなんですね。はい。メリットは様々ありまして、はい、自分では気づかない箇所もプロの視点でしっかりチェックしてくれるんですよ。なるほどなるほど。はい。それからまあドアやサッシのガタつきも点検の対象となってます。そうなんですね。はい。点検メンテナンス時期は、はい、まあ、通常この定期アフターサービスというのがございまして、はい、約3ヶ月、1年、2年、お引き渡しから経った後に点検が入るんですけれども、はい、この長期メンテナンスサービスの場合ですと、はい、さらに6年目点検、はい、そして11年目点検というところまであるんですね。安心ですね。そうなんですよ。これが12年保証ですね。なるほど。はい。点検の流れなんですけれども、はい、点検実施予定の1ヶ月から2ヶ月前ぐらいをめどにご案内します、はいはい、そしてご希望の日時を調整しオーナー様のお立ち会いのもと実施します。なるほどなるほど。はい。こちらは点検箇所の一例です。はい、はい、電気設備とか給排水設備とかはやっぱりプロじゃないと分かんないですもんね。そうなんですよね。その辺が安心できるポイントになっています。なるほど。はい。こちらは点検項目の一例です。これだけの項目を点検してもらえるんですか。そうなんですよ。安心ですね。ありがとうございます。と項目が多いんでよく見たいという方は一時停止してぜひ見てください。点検して修理が必要な場合は前編でお伝えしました住宅設備機器延長保証または緊急駆けつけサービスリペアサービスで対応いたします。なるほどなるほど。はい。ここからは認定中古保証制度についてご紹介いたします。はい。住友不動産販売の仲介でお部屋を売却する際住まいサポート12のサービス内容を次のオーナー様に引き継ぎ住友不動産が認定書を発行する制度です。なるほど。売却の時にも価値をプラスして安心を継承できるサービスなんですね。おっしゃる通りです。住友不動産が認定書を発行する認定中古マンションとして売り出せたり、はい、次のオーナー様へ住まいサポート12のサービス内容を継承できるので安心してお取引いただけます。なるほど。これ安心だ。安心です。ちなみに対象期間中なら何度でも次のオーナー様に引き継げます。そうなんですね。はい。適用条件は以下の2つです。はい。1つ目、住友不動産販売に仲介、これは専任媒介契約または専属専任媒介契約に限りますを依頼しまして売却の契約を締結すること。はい。2つ目は媒介契約締結後所定の点検を実施し住まいサポート12継承の所定条件を満たすこと。なるほど。はい。となっております。はい、はい、実績を生かし売却をサポート、より高くより早く売却することを目指して多様な売却活動でサポートします。頼もしい。売却力、情報力、専門知識力、演出力、これらを兼ね備えた住友不動産販売が売却をサポートいたします。Question and answer。 皆様からの疑問・質問にお答えします。サポート全般に関して。アフターサービスとの違いは何ですか。アフターサービスは保証期間は2年となっています。これに対して住まいサポート12はなんと対象機器の保証期間をお引き渡し日より12年まで保証します。住宅設備機器延長保証は利用回数の制限はありますか。ご利用回数の制限はございません。緊急駆けつけサービスは利用回数の制限はありますか。水回り、電気設備、窓ガラス等のトラブル等にはご利用回数の制限はありませんが、室内建具、外部建具のトラブルの対応は年1回までと定めております。緊急駆けつけサービスとリペアサービスの違いは何ですか。緊急駆けつけサービスで完了できない補修作業をリペアサービスで対応します。
自分で修理を手配した場合、かかった費用を請求できますか？業者手配をした場合は、サポート対象外となります。申し込み期限はいつまでですか？お引き渡しの約1ヶ月前をお申し込み期限とさせていただいております。利用資格者とは誰のことでしょうか？本サポートに利用契約申し込みをいただいた対象住戸のオーナー様と同居するご家族でございます。利用資格者の移転はできますか？本サポートの利用資格を移転することはできません。賃貸に出した場合はどうなるのですか？お部屋を賃貸でお貸しになる場合も引き続きオーナー様が利用資格者としてご利用いただけます。オプションで注文した住宅設備機器は対象になりますか？はい、住宅設備機器延長保証の対象となります。認定中古保証制度に関して、制度を利用することでどんなメリットがありますか？売却時に付加価値を高めるためのオーナー様限定サービスです。売却時には必ず認定中古保証制度を利用しなければいけませんか？いいえ、認定中古保証制度を利用せず売却することも可能です。お申し込みに関して、住まいサポート12の加入料は別途営業担当にご確認ください。はい、はい、以上が住まいサポート12プレミアムのご説明なんですけれども、はい、ご理解いただけましたでしょうか？十分に理解させていただきました。ありがとうございます。ご加入はご検討していただけそうですか？ぜひ加入します。ありがとうございます。